福島県北方市にある、旧西北方中学校の後ろ身である戦後申請の県立高等学校であったが、2021年より、旧西北方高等女学校の後ろ身である、福島県立北方東高等学校と、同等合併して、校名を同じく、北方高等学校と定めた例は申請の県立高等学校である。なお、 両校の源流となった旧西北方中学校は1918年、福島県立中学校として県内6番目に設立され、旧西北方高等女学校は1928年、福島県立高等女学校として県内8番目に設立された。両校は福島県では比較的長い伝統を誇っており、地元並びに首都圏での同窓意識は高い。一時期、 農業家、英語家も設置されていた。旧制中学時代は五弁の王家の中に中を入れたものであった。現在の交渉は昭和二十三年新生高校の発足にあたって公募した。応募作品の中から当時の美術教師、竹内博士が選定し、職員の意見も取り入れ決定したものである。王家を三つ合わせて桜団を象徴させ三つの王家がそれぞれ、新、 全、美の追求、知、得体の達成、里都市、城、井の完成を表している。北方高等学校が北方東高等学校と2021年合併するにあたり、小田和正作曲で、歌詞は、両校生徒の作、桜並木をたどりとなったが、今も、旧北方高等学校卒業生が懐かしむ効果は、北村健随作詞、作曲者未章の、 合図の原は、由来根である。この効果は、旧正北方中学校時代からの効果で、新生高等学校にそのまま引き継がれた、稀なる例であると言われてきた。理由は二つある。一かしに中学校という言葉がなく、高等学校でも通用したことに一般の旧正中学校効果にしばしば含まれる、軍国主義的文言が一切なかったこと。つまり、 新生民主日本でも歌えることが幸いした文語効果。なお、北村健随は、北方中学創立当時の国館の教諭であった。しかし、一説には、1907年に、旧正北海道町朝立旭朝川中学校の教諭園伝弓吉が、同行のために作詞、作曲した、特骨七千有余弱の歌と告示していると言われる。ただし、 似ているのは2番と7番の歌詞であって、他は異なる。また、伝えられるように北村が、園伝の旧姓旭日川中学校の同僚であったと、すれば園伝は、当時同校の主事図画の教師であるから、もともと国間教師である北村との協作あるいは、援助があったと推定することも可能である。大雪山系も飯豊連邦もたまたま、7000余弱すなわち2000メートル前後なのも、 奇遇と言える。旧北方高等学校校歌。北村健随作詞一、合図の原は、雄大に黄金の花は、城都昌平ここに八百年喜び大き、我が里よ、昌平に、特骨七千憂与尺入れの山はそびえたり、特骨その修霊の容子こそ我ら賢治の精神なれ、修霊、修霊とも、容子 精神三、用六十ユ数スウザに流るる我がの川、用昼夜をやめぬ心こそ我ら賢治の希少なれ四、朝日に霞む桜段花咲によいう潔さ八潮に、はゆるひばる海赤き心の尊しや、ひばる海五、雪降る朝も風の夜も、荒金とかす夏の日もあぐまずたわまず、マスラオが、学びの道にいそしまむ、丈夫六、天地病病災害なくとき潮の波は荒くとも、病病。 災害我には、今剛の力あり我には、笛の心あり、今剛笛七、峰踏み分けて、いざ共に倒れる枝を倒らばや、手折り合いの塩字をこぎ分けて、竜の見合いに至らなむ、竜秋まだ朝木桜断作詞、作曲未章秋まだ朝木桜断春ではない、秋海日の地は熱くして、回避地震を高なる、和光度の息を示すはこの時ぞ地震を高なる。 和コードの息を示すはこの時ぞ。フレ,ーフレーフレー気候。北方女子高等学校校歌と短い間では、あったが北方東高等学校にはそれぞれ別の校歌があり、応援歌もあった。北方女子高等学校校歌。朝日夕日にそびえて立てる桂原茂ハ作詞。両伝定作曲同校応援歌。力みなぎる我が校の作詞。作曲未章北方東高等学校校歌。 飯い連邦空に、はえ、小川重正作詞、岡部藤夫作曲。ありがとうございます。